せーの、神田ひらみつです。よろしくお願いします。11月4日の新宿ウォーリーさんにてウォーリーウォーリーのネットチェキ読んでいきたいと思います。イエーイ。はい、朝日です。11月4日いい推しの日のチェキを買ってくださった皆さん、ありがとうございます。お名前読んでいきます。はい、まずはじめみなちゃん、ありがとう。朝日のチェキ初？え、2回目だっけ？え、どうだっけ？ありがとうございます。名前があってめちゃくちゃ嬉しかったです。お守りチェキということで、もうみなちゃんのことを最大限に守ってくれ、その全然可愛くないガチガチのお守りチェキができました。多分これはもう仕事、もう交通安全、もうなんだっけ、なんだっけ、もう一つなんか言う、なんか関係みたいな、友人との縁みたいなやつも全部守ってくれると思うんで、これをぜひ持ち歩いてくれたら嬉しいなって思います。もっともっとみなちゃんが朝日にやられてくれたらいいのなって思ってます。たくさんライブレッスン送るね、ありがとう。はい、そしてお次、ナルピー、ありがとう。バッキューンと自分の良さが最大限に出るようにってことでね、これ多分真相劇かなんかがね、多分近くにあったんだと思うんですけど、私このね角度の自分の顔がわりかしね、またよく見える角度なんじゃないかなと思ってて、この最初のおーイエーのとこね、だからそれにしました。もうバッキューンは本当に慣れちゃうにキューンって押してほしいなって思って精一杯心を込めて書きました。本当にナルピーの愛が日に増えてってて、朝日はすごく嬉しいです。そしてね、一つのことに対してもう何行も何行もついてくれ、ツイートしてくれることに対しても朝日はすごい愛を感じてます。本当に本当にナルピーにとっては何気ないことかもしれんけど、朝日はすごくすごく毎回喜んでます。本当にありがとう。はい、そしてお次、ルー、ありがとう。圧をかけてくださいということでね、思いっきりねメンヘラになってかけておきました。なんか朝日はメンヘラ属性らしいので、もうルーは多分朝日からね、二度と離れられないと思うんですよ。ちょっともうね、朝日はこれからもどんどんルーがね、朝日なしじゃ生きられないぐらいの感じにしていこうかなって思ってます。ありがとう。実は独占欲強いんで、覚悟しててください。ありがとう。はい、そしてお次、トシくん、ありがとう。いい推しの日ということで、この日もネットチェキ買ってくれてありがとうございます。なんか今週めちゃネットチェキ買ってくれてた気はする。まあなんかきっかけがあってとしくんと会えて本当に推してもらえてるのが夢みたいに幸せで、もうなんか今日もなんか一番の推しでしたみたいに言ってもらえてて、すっごいすごい嬉しかったです。ちょっとにやけちゃうんですけど、だからもう最大限の感謝を込めて書きました。本当に本当にありがとう。はい、そしてお次、まいまいちゃん、ありがとう。朝日を知って今日まで応援してくれて押してくれて本当にありがとうございます。朝日ちゃんが一押しだよって言ってもらえた時は本当に本当に嬉しくて、いや私なんかでいいんかなって思って、もうだから最大限努力しようと思って、これからもずっとなんですけど飽きずに見てもらえるようにもっともっと頑張ります。まいまいちゃんの素敵な、まいまいちゃんの中の素敵な推しでいられるようにこれからも頑張ります。ありがとう。はい、そしてお次、キキ、ありがとう。いい推しの日ということで、いい推しのチェキくださいって感じだったと思うんで、いい推しのチェキを取りました。友達にこれ漏れてるねって言われたチェキをキキに送りますね。キキがね、たまに朝日にすごい告白してくれるじゃないですか。すごいすごい嬉しくて、もうあの瞬間のキキがほんまに、まあこの世の何とも言い表せないぐらい可愛いんですよ、めちゃくちゃ本当に。だから多分朝日もキキに恋してるんだと思います。これからもずっとキュンキュンさせれたらいいなって思います。イケメンなとこも可愛いとこもたくさんたくさん最大限見せれるように頑張ります。これからも応援してね、ありがとう。はい、そしてお次、ミルさん、ありがとう。チェキ初じゃないかな、ネットチェキ、え、違うかな、びっくりしました。ありがとうございます。そしてミルさんのね、ここのツイッターのここにカンナギラビッツって入ってたのがすごくすごく嬉しくて、カンナギラビッツのライブ楽しんでもらえてるんだって思って嬉しくなりました。ありがとうございます。なんか勝手に自分を押されてると思って押してくれてありがとうございますっていうすごいずうずうしいことを書いたんですけど、押してもらえるようにこれからも頑張ってミルさんのハートをつかみに行きます。ありがとう、また会いに来てね、ありがとう。
はい、そしてお次アリンコさん、ありがとうございます。いい推しの日ということでチェキを買ってくれてありがとうございます。そして多分ね、もう送ったっけ、いただきますチェキってさ、送ってないと思うよね。こうアリンコさん最近よく芋の料理ご飯をね食べてくれるじゃないですか。だからその時にね、朝日のチェキが添えられてたら嬉しいなって思ってずうずうしいんですけど、勝手にいただきますチェキを送らせていただきます。でも可愛くできたので普通に眺めるだけでも眺めてくれたら嬉しいです。お信任してくれてありがとうございます。ありがとう。はい、そしてお次ペカ、ありがとう。いい推しの日ということで、いい女風って言われてうんってなったけど頑張りました。やっぱそういう女性らしい仕草とかポーズっていうのはね、あやねさんなんでやっぱ一番得意なのは、もう本当にパクりました。ちょっとでも大人な感じの雰囲気を出せてたら嬉しいなって思います。そしてペカの中の推しに入れてることがすごく嬉しいので、これからもよろしくお願いします。ありがとう。はい、そして最後ヨシフミ、ありがとう。念願のマスクなしのいただきますチェキです。頑張って書きました。喜んでもらえると嬉しいです。そして今度からライブの前のご飯とか後のご飯とかにこのチェキを使ってもらえるとすごくすごく嬉しいです。いつもたくさん朝日のことを見てくれてるんだなーっていうのがすごいなんか物販とかで伝わってきて、朝日は嬉しいです。推しにしてくれてありがとうございます。ありがとう。はい、11月4日いい推しの日ということで、たくさんチェキを買ってくれてありがとうございます。ネクスト。はい、今から11月4日のネットチェキ買ってくださった方のお名前呼んでいきたいと思います。はい、まずはじゃん、佐藤くん、ありがとう佐藤くん。はい、佐藤くんにリクエストいただいてお休みのポーズということで撮ってみました。イエーイ、ありがとう。はい、しかもこの日がさ、ちょうどいい推しの日ということでね、それで佐藤くん買ってくださってて、え、もしかしてとか思ったけど、まあ佐藤くんはみんな大好きだから全然一番とかそんなんじゃないんだけど、そうやってなんかね、特別ななんか推しになれたらいいなってちょっと思ったりもしてます。ありがとう、お休みのポーズっていうことで、一緒にあの佐藤くんの夢の中に現れたらいいなと思ってます。ありがとう佐藤くん。はい、イリナのネットチェキ買ってくださった皆様ありがとうございました。それではネクスト。11月4日、ウォーリーウォーリーでのネットチェキ買ってくださった皆さんの名前読みます。はい、まずはミナ、ちゃん、ありがとう。はい、ちょっとお守りチェキということでね、なんで僕のお守りチェキなんだろうって考えたんですけど、でもなんか嬉しいなと思って、なんかあんまりネットチェキ頼むことがない気がするので、ちょっと嬉しかったです。はい、ちょっと文字消えちゃってるんですけど、また後で書きます。はい、もっと好きでいてねっていうお守りにしました。いつも応援してくれてありがとう。嬉しかった、ありがとう。はい、お次が、タヌピョン、ありがとう。なんかいっぱい褒め言葉をね、たくさんたくさんいただいて、めちゃくちゃ嬉しいですね。あの、大阪でライブがあったけど、大阪でライブがあった？うん、あった。あ、大阪でライブがね、いっぱいある時もあるんですけど、東京に行った時はまたね、いっぱいお話ししてくれると嬉しいです。ありがとう。はい、お次が、なる、ありがとう。めっちゃ嬉しいです。ちょっと今回ツインテ風にしてみました。めちゃくちゃあの可愛いやんちゃツインテールになったんですけど、まあ、金髪だからそういうこともあるでしょう。嬉しいです。いい推しの日なのでね、いっぱい押してください。ありがとう。はい、お次が、あまやくん、ありがとう。2枚もありがとうございます。はい、1個がね大好きってやつと、もう1枚がねハートを作りました。顔でハートを作って作ったんで、また見てくれると嬉しいです。ありがとう。はい、お次が、どうして、ありがとう。はい、いいよの日だったので、あの、好きにしていいよっていうことだったので、僕のね適当にしたらすっごい適当な感じになって、なんかニョッキみたいな感じになりました。ニョッキって感じの なりちゃんもね、まあ好きでいてほしいなと思います。ありがとう。はい、お次が、ひょうちゃん、ありがとう。はい、ぴゃということでね、あの、ぴゃのね、ぴーにね、捕まっている感じ。ぴーを、ぴ
ピーにぶら下がっている感じのチキンにしました。はい、あ、これはサメさんです。僕のサメさんです。あの、手をかじられることもあります。ありがとう。はい、次がエルドちゃん、ありがとう。はい、いい推しの日ということでね、僕のね、あの、なんかちょっと魅力を最大限に出そうと思ったんですけど、なんかニヤってした感じになりました。あ、もう一枚もあるわ。はい、おめめパッツンです。はい、おめめパッツン、おめめ、おめめだしパッツンだよっていう感じのチキンにしました。両方兼ね備えているやつになってます。はい、結構アップ目でいいかなと思います。ありがとう。はい、や、次が、ゆきくん、ありがとう。いい推しの日なのでね、あの、ドヤ感を出してみました。たくさん好きでいてねっていう感じにしました。いつもね、いっぱいネットチェキ買ってくれてありがとう。これからもゆきくんのいい推しになれるように日々ね、精進してまいります。合ってるかな、日本語。ありがとう。はい、次が、本日ありがとう。はい、いい推しの日ということだったので、11月4日だったのでね、天使っぽくしました。あの、天使なりちゃんどうかなと思って、天使な感じにしてみました。どうだろう。いい感じになってるのではないかなと思います。またいっぱいお話ししてください。本日最近喋れてないから。ありがとう。はい、ラスト。ペカさん、ありがとう。めちゃくちゃ嬉しい。ちょっといい推しの、あかん、いい推しの日だったから、いい女風チェキにしました。どうだろう、あの、あやねさんみたいにね、キレ系ではないから、あの、頑張って、いい女風にしてみました。僕なりのね、僕なりのあやねさんを想像しながら、やりました。気に入ってくれると嬉しいです。ありがとう。あ、はい、ということで11月4日のウォーリーウォーリーでの熱意聞かってくださった皆さん、ありがとうございました。ネクスト。はい、今から11月4日、葵のネットチェキを買ってくれた人のお名前を呼んでいきたいと思います。みなちゃん、ありがとうございます。リクエストがいただきますだったので、あの、食べる時に使ってほしいなって思います。はい、いつもね、あのね、みなちゃんのあの料理が素晴らしすぎて、本当にもう、あの、あの、住みたいですって心の底からいつも思いながら見てます。ありがとう。本当にもうたくさんこれからも思い出作ろうね。ありがとう。ではでは。はい、これで葵のネットチェキ買ってくれた人、ありがとうございました。ネクストでー、11月4日のウォーリーウォーリーのリンのチェキ買ってくださった方のお名前読んでいきたいと思います。まずはミルくん、ありがとうございます。なんかミルくんって呼ぶの私だけっていうのにびっくりしたんですけど、嬉しい、なんか嬉しいなと思いながら、またミルくんとお話できたらいいなって思いながら、また広島に行きます。ありがとうございます。本当にまたたくさんお話ししようね。ありがとう。はい、そして本日ありがとうございます。はい、本日にはですね、すごい絡まってるチェキにしてみました。なんじゃそれって思うと思うんで、着いた時に見てみてください。はい。超嬉しかったです。ウォーリーウォーリー来てくれて。また新宿でライブするね。はい、そしてやいちゃん、ありがとうございます。いい推しの日なので、いい推しになれるかな、どうなんだろうのポーズにしてみました。わーい。はい、なんか背景可愛い色やったし、なんか特別なチェキになったかなと思います。はい、いい推しになりたいです。ありがとう。はい、そしてですね、次がタミーさん、ありがとうございます。はい、タミーさんには謎のポーズと、そしてなんかね、おしゃれに描きたかって、おしゃんな感じのチェキになったと思ってる。そう。どうなんだろうと思いながら。まあ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 、ちょっと見てみて。おしゃんでしたって言ってもらえるようになってると思いたいので。うん。ありがとう。はい、そして最後ですね、ナルピー
チャギーン。まだ、あのね、完成しきってないんですよ、私的に。私的にてか、まだまだ完成しきってないので、届いた瞬間に、この8枚、見ていただけたらなって思います。なんか、そう、表情とかも結構、やったからちょっとね、今見せたくないっていうのも、ある。うん。楽しみに出て。うん。ありがとね、いつも。8枚はびっくりした。びっくりしたけど、うん。ちょっと満足いく感じにしたいなと思います。ありがとう。はい、ということで、リンのチェキ買ってくださった方ありがとうございました。ネクスト。はい、こんにちは、リオです。今から11月4日、ウォーリーウォーリーでのネットチェキの面々が集めたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ、行きます。ツッキー、ありがとう。はーい、ツッキーありがとう。これは髪色が変わる前なんですけど、こういう横に流して、これこの日しかやってないんだよね、横に流してチェキ取るの。だからこれは多分めっちゃレアだと思います。で、なんか可愛い推しが見たいみたいな感じだったよね、リクエスト。わかんなくて可愛いかわかんないけど、うさうさピースにしました。これ今やったらギャル感が強いかな、ちょっとあれだけど、うさうさピースにしてみたらどうなのかな、可愛いのかな、わかんないけど、でも可愛いって言ってくれるであろうツッキーなら絶対に言ってくれると思うから、もっとリーのことを見ててほしいな。これでまた髪色変わってさ、あ、目が合わせれないとかさ言われるかもしれないけど、ちゃんと慣れてね、ちゃんと見るんだよ。いつも可愛い可愛いって言ってくれるツッキーが本当に大好きです。いつもありがとう、バイバイ。はい、以上でリオのネットチェキのメンバーがありたいと思います。買ってくださってありがとうございました。ネクスト。はい、皆さんこんにちは、あいらです。今から11月4日のウォーリーウォーリーということで、新宿ウォーリーさんでのネットチェキ読んでいきたいと思います。まず、ちあきありがとう。今回はですね、ウォーリーウォーリーだからウォーリーを探せのネットチェキということで、ちっちゃい頃に図書館に行ってはウォーリーを探せをめっちゃ借りて友達とやってたのをめっちゃ思い出した。なんかあれってさ、究極の暇つぶしって感じするよな。なんかもともと私小学校の時からずっと本読んだりするの好きだったんだけど、ウォーリーを探せみたいな本もなんかたまに遊び道具として使ってたから懐かしいなと思って、まあちょっとウォーリーのコスプレはしないけど、ウォーリーっぽい感じでちょこってしてます。だから私のことをちゃんと見つけてください。まあ、見つけてくれると思ってチェキならすぐにテレパシーかなんかで。ありがとう。はい、お次がトシ君、ありがとう。はい、この週も会えてめちゃめちゃ嬉しかったです。なんか結構ね、いろんなライブハウスに出てても、なんかまだ東京で初めましてのライブハウスがあるのかと思って、すごい新鮮な気持ちでこの日はライブしてました。まあ、前日に会えてたし、なんかそのパワーも繰り越しで頑張れたって感じです。なんかこの日は結構トシ君とめちゃめちゃ喋ったし、めちゃめちゃいろんなチェキ取ったから、この日めちゃくちゃ楽しかったんですよ。めっちゃ思い返しても、なんか誰とどんなチェキ追加チェキ取ったとか思い出すぐらいほんまに楽しかったです。あの時はほんまにトシ君といっぱい笑ったなって感じ。なんかこれからもいっぱいトシ君と笑顔の共有をしていきたいので、これからも私のことをよろしくお願いします。ありがとう。はい、お次がタカフミ、ありがとう。はい、今回嫌です。あ、そっち来たかと思って、まあでもこっちも嬉しいです。考えてました、考えてた方です。でめちゃくちゃ嬉しかったです。なんかこれで名前が揃うんだろうね、きっと。だから私の名前は3文字なので、すぐに終わっちゃうかもしれないけど、なんかでもあと1文字楽しみにしててください。なんかいっぱい揃ったら並べて、いっぱい並べてほしい。高山の名前と彩音の名前を並べたら結構それで1個みたいな感じでね、なんか通じ合ってる感じするじゃん。だからそれも楽しみにしてます。受け取ってください、ありがとう。はい、お次がゆっきー、ありがとう。なんかめっちゃチェキ買ってくれる、最近めっちゃ嬉しいです、ありがとう。なんかパンチチェキ買ってくれるたびにゆっきーのことを思い出すから、頭の中にゆっきーが登ってくる、生まれてくる。めっちゃ嬉しいです。この日はいい推しの日ということで、
ちょっとね、レンタルスペースでネット授業を取ったんだけど、そこに小物が置いてあって花束が置いてあったの。あ、これはいいじゃんと思って、私が花を持っていい感じに写ってるので、これはもう押すしかないみたいな感じのアピールになってます。まあ、押してくれてるけどねだからいつも押してくれてありがとうっていう言葉を添えてこの授業を送ります。いつもありがとう。はい、お次がですね、てかありがとう、ネットチェキ買ってくれたのは久々やんな。なんかいつも特典会で喋ってる分、なんか久々な感じがせえへんし、でも東京でもこうやってネットチェキ買ってくれるのは嬉しいです。いい推しの日だからですかいい推しの日って思って私のことを思い出してくれたんやったら、もうバッチグー、めっちゃ嬉しいです。ありがとう。なんか結構いい女風って苦戦したんだけど、いい感じに髪の毛を生かして、私の衣装の感じも生かしていい感じに撮ったので、まあこれはもう押し続けるしかないなって思ってます。まあ、まか頑張ってペカのなんだ押していられるように頑張っていくから、これからも見つめてください。ありがとう。はい、以上です。アイヌの時期買ってくれた皆さんありがとうございました。ネクスト。はい、ということで本日もたくさんネットチェキ買ってくださってありがとうございました。それでは私たち、それでは以上私たちカナユラリツでした。ありがとうございました。